チャレンジライブやってね。まだやってない人とか、今日どうだっけみたいな不安な人、とりあえずプロセカ今すぐ開いてください。お願いします。さあ今日はね、日曜日ってことで、今日ね、とうとう報酬がもらえる日なんですよ。毎日ね、月曜日、今週の月曜日からちゃんとね、毎日やってたら日曜日にね、報酬がもらえるっていうシステムなんですけど、とうとうね、報酬来ました。いやー、これ何もらおうかちょっと悩んでるんだけど、神のマニマニさっきやってきました。あー、これリザルト映っちゃうのか、これ。あ、見ないでみんな。恥ずかしいからリザルト見ないで。初めてフルコンボしたとか見ないでね。あ、フルコンボじゃねえや。あ、ごめん、なんか語弊があった。初めて S 取れましたね。初見はね、あれだったんで。まあ、マジか、ちょ、どうしよう。これ困るよね、みんな。いやさ、クリスタル100は、ちょっと待ってね。クリスタル100も、いいんすよ。やっぱりね、ガチャ引くのってクリスタル必要なんですよ。ただ1回もガチャ引けないんですよね、100個もらっても。そう、3回繰り返さないと。だから3週間分やってようやく1連ガチャ回せるっていうぐらいだから、正直ここはクリスタルもらうのはどうなんだろうっていう気もあるんだよね。で、続いてミュージックカード。いや、これは俺ね、いっぱい持ってるから、欲しい人はね絶対これ選ぶと思うんだけど、俺はね今いっぱいあって必要ないんで選びません。で、これもね、悪くないんですよ。コインの、消費量結構でかいから、このミラクルジェム50個集めるのが結構苦労するんですよね。ただ、ミラクルジェムも今困ってはないんで、今回やめといて、これでは、これも悪くない。これ150個悪くないんですよ、割とね。いや、悪いのかな？いや、悪くはないな。さあ、こちら15個の糸ですけど、これもね、いいんですよね、なかなか。銃もね、いや、種いいな。え、待って、種良くない？まあ、他も見ていきましょうか。このチャレンジスタンプ、いや、このチャレンジスタンプじゃねえや、練習用スコアってやつなんだけど、これ50枚でかいんだよね。いやー、どうしよう。お金もね、お金はやめといた方がいいのかな。いや、種悪くなくなって、いや、待って、種いいんだよな、普通に。どう思う、みんな。これなんか種に芽が生えてるやつ、これどう思う、みんな。いや、どうしよう、ちょ待って。動画終わんねえんだけど、これ。やばい、動画終わらん、これ。どうしよう。いや、どうしよう、マジで。これ何もらうのが一番いいの、これ。効率的に。いやー、でも、復刻来たしな。そう、俺、エナナンのローバーの時の衣装、めっちゃ可愛くて欲しいんだけど、持ってなくて。で、限定復刻 M ちゃんの来たから多分来るんすよ、今後。そう考えて、あー、クリスタル100個も悪くないっていうか、いいんだけど、いやー、エリアアイテム、クリスタル貯める。ごめんなさい、クリスタル今回貯めたいと思います。行きましょう、クリスタルで。よし、クリスタルもらいました、ありがとう。エナナ、また表示されましたね、俺のスコアが。え、待って、ハイスコアまでね表示されてるんだけど、もう恥ずかしすぎて見ないで、みんな。